グルコサミンは、グルコースの2位の炭素についている、水酸元が網の元に置換された網の糖の一つで、ある。動物においては、網の元がアセチル化された N、アセチルグルコサミンの形で、糖タンパク質、ヒアルロン酸などグリコサミンのグリカンの成分となっている。N、アセチルグルコサミンは、アスパラギンにマンノースを中心とする、オリゴ動作が結合する N 結合型糖タンパク質の、 骨格をなすほか、さらに複雑構造を持つ搭載の使用構成等である。ヒアルロン酸は、軟骨に大量に存在するプロテオグリカン、複合体の中心を占める巨大なグリコサミのグリカンである。ヒアルロン酸は、保湿物質として、あるいは、軟骨のようなクッション作用を持つ、組織の成分として重要である。グルコサミンは、自然界ではカニやエビなどのキチン質の、 主要成分として多量に存在している。グルコサミンは天然において貝の殻、動物の骨及び骨髄に存在している。また、黒麹カビといった一部の真菌にも存在している。グルコサミンは1876年にゲオルクレダーホースによって農塩酸を用いた基ンの加水分解によって初めて調整された。立体化学は1939年に ウォルターハースによって完全に決定された。D- グルコサミンは天然ではグルコサミンマイナス酸の形で作られ、すべての窒素含有等の生科学的線具体である。具体的にはグルコサミンマイナス酸はヘキソサミン性合成経路の第一段階として、グルコサミンマイナス酸でアミナーゼによってフルクトースマイナス酸とグルタミンから合成される。 この経路の最終産物は、ウリジンにリン酸 N、アセチルグルコサミンであり、グリコサミノグリカンやプロテオグリカン、糖脂質の合成に使われる。グルコサミンマイナス6リン酸の生成はこれらの産物の合成の最初の段階であるため、グルコサミンはこれらの生産の制御において重要で、あると考えられる。しかし、ヘキソサミン性合成経路が実際どのように制御されているかや、 これが人の疾患に関与しているかどうかなどは不明である。グルコサミン単体、またはコンドロイチンと混合して健康食品として販売されている。2012年の中高年の女性407人、肥満で変形性膝関節症のない人を対象とした無作為化比較試験の結果では、変形性膝関節症は予防効果は証明されなかった。 2017年のメタ分析から副作用は偽薬と変わらずその証拠の確実性は高いとした。グルコサミンとクマリン血液凝固素子剤を同時に摂取すると血液凝固素子作用が異常に強まるリスクがあるとドイツ連邦リスク評価研究所によって指摘されている。ありがとうございます。